スタートしましたほぼ揃いました 先後争いに入りますまだ固まっています間から9番名勝ゾンビ外には14番燃えれ純金13番アスコットシティ3頭並んでダウトのコースへ4番手が内から2番のローレンルーナ外には3番のタイ,イマスタング並んでそれに6番エアカーナリアン外から並んでいきます2馬身相手7番ミッキーヘネシー外目から1馬身内1番の山のサファイア2馬身ン差中段内8番8番のピンウィールが追走します外には11番アルティシムスさらに10番オースミイージー4バシ相手12番シンキングマシン後方3番手3番 半馬審査4番の成田シーズン最高峰、一馬審、半馬審と並んでいった5番の玉ブラックホール各馬第3コーナーのカーブに入ります。 13番のアスコット・シティが先頭3馬身のリード2番手には14番、モエル・ジュンキンそれから1馬身差を詰めて600を通過6番、エア・カーヌリアン3番手に上がります内は9番、名将ゾンビ3番、大勢マスタングをかわすようにしてそめから7番のミッキー・ヘネシー進出その後ろから2番のローレン・ルーナ第4コーナーから直線へその後ろまで5番のタマブラックホール進出直線に入って先頭はアスコット・シティですリード1馬身半それに14番、モエル・ジュンキン並んでくるその後ろからはエア・カーヌリアンさらに外から七番、ミッキー・ヘネシー、まあ単独の 番手に100を追加その後ろはシンキングマシーン山のサファイアがそのおめからさあ先頭はアスコット・シティが粘っているそして7番のミッキー・ヘネシーが今3番手から2番手前を追ってくるが3番手にはモエレ・ジュンキンとシンキングマシーンアスコット・シティゴールイン見事逃げ切りました13番アスコット・シティ